これ先生、いわゆる整形卒業を考えているということだと思うんです。はい、こんにちは、天秤です。梅子です。柴田です。はい、よろしくお願いします。お願いします。梅子さんからなんかちょっと柴田先生に相談があるということで今日は集まっておりますが、相談というかちょっと考えていることがあって、はい、今日目の手術を、まあ、予約してたんですけど、最近整形の限界を感じてきて、ちょっとこれ以上その可愛くなるってちょっと厳しいんじゃないかっていうか、伸びしろがないのかなと思ってて、これ以上やっても無駄かなみたいな。あ、梅子さんの究極目標は究極に可愛くなるんですね。まあ、自分自身究極に若返るとかってなというより可愛くなるって、なんかやっぱり可愛くはなりたいです。まあ、若返るのも、うん、たい気持ちから始まってますけど、うん、まあでもやるからには可愛くなりたいです。これ先生、いわゆる整形卒業を考えているということだと思うんですよね。あ、そういうことなんですか。はい、整形の意味って何みたいな、この年になって整形する意味って何だったんだろうみたいな。最近ちょっと目のくぼみ目とか気にしてて、脂肪注入だったりヒアルロン酸とか、なんでしたっけ、コラーゲン入れました。コラーゲン入れて、まあ、ちょっとへこみとかも解消したんですけど、ずっとへこみ続けるじゃないですか。どうしても、ま、どっちが目が気持ちが目が入れ続けてもなみたいな。じゃあ他のとこもへこむし、まあ、いろんなとこ入れ続けると、まあ、結局何に向かってるんだろうかみたいな。なるほどね。でもやっぱ街行く若い女の子でもやっぱ若いとやっぱプリッとしてるじゃないですか、目とか。ああ、アイメイクとかも綺麗に決まるというか。多分ね、感覚が詰めすぎたんですよ、やることが。本当ですか。だから上がり幅もこれ2ミリ上がるか上がらないかの世界じゃないですか。グイッと上がるかちょっと上がるかってやっぱり喜びとか、なるほど、だんだんプラドになってきた。プラドになってきた。そういうことなんですかね。まあ、だから一旦置くのはいいんじゃないですか。しばらく置いてみて、うん、何かしら。先生、整形を繰り返している人でこうやって感じることってあるんですかね。いや、前世紀の松坂が投げるのやめようかなっていう感覚。違う。松坂に失礼しました。ちょっと置いたらもう一回やろうかみたいな。で、やった価値が感じられるんじゃないですか。気持ちがなんかこう焦るっていうか、早くやりたいみたいな気持ちがあって、一日でも若いうちに早く手術を受けた方がなんかお得なんじゃないかみたいな気持ちがあるんですよ。ちょっと立ち止まった方がいいかなみたいな。まあ、ちなみにその目の治療だけに絞って考えた時に、ちょっと梅子さん、これ先生とも見えるところに置いてもらっていいですか。はい、振り返って、はい、梅子の目の整形ヒストリーなんですけど、先生がここで出した2回やってて、この辺りからですね、落ち着いてきましたよね。この辺りから微調整的な感じの馬になってきて、これが最後ですね。タイトですね、32歳から39歳までで、目の治療だけで 1,2,3,4,5,6,7,8 回受けてる。7年で8回で、5回切ってるんです。確かにこれ以上どこ切るんだっていうところもあるんですよ。なんだろう、こんだけ切ったんだからところなんですね。一般ユーザーの目線で言えば、僕もそう思います。これやることあるの他にみたいな。やりきった。達成感。だって俺。燃え尽き感。燃え尽き症候群みたいな。燃え尽き症候群。整形卒業がいよいよ。あとでもね、5月だからかもしれない。5月病ですか、ね。ああ、そうそう。整形5月病。そう。はあるんじゃないですか。今帰郷して戻ってきてくれて、こう直接川口に来てくれたんです、うん、その間にちょっと考えたのかな、考えるところがあったんですかね、いろいろ。なんかむしろ大阪から東京に行くときは脂肪注入したかったんですよ、まぶたに。その気持ちで臨みになってた。そうです、まあ、ちょっと観光して、あの京都の自然に触れて、帰りはちょっと卒業かなみたいな。京都の美しさにはかなわないみたいな。じゃあ先生のね、ちょっと足にさ、まぶたに注入入れたところで何も変わらないから。先生のレジットが。そうそうそう。
やることあるかもみたいな。へえ。では整形卒業でよろしいですか。僕は無理にするもんじゃない。じゃあ撤収しますかこれ。いやまあでもあの東京に帰ってきたら戻るときはもう卒業ムードだったんですけど。横浜あたりまでは全然卒業もだったですね。ギリギリじゃないですか。あと15分だよ新横浜から。東京に入ってくるとやっぱちょっと気持ちがやっぱこう、ね、そう他人の目を気にする自分は出てきて、やっぱ整形東京の何東京病かもしれない。来るかもしれないですね。東京イコール整形。東京イコール整形。で今東京戻ってきたってことはどうするの。あちょっと上がってた。上がってきました。上がってきたんです。今上がってる。だから迷ってる。そうだから LINE したんです。梅子はまだまだ整形やめへんでみたいな話になるんですか。卒業せずみたいな。結構僕リアルに、まあ、次の企画とかも考えてたんでね、はい、目の専門チャンネルとかを立ち上げましょうかって話を柴先生に相談していて、はい、梅子さん出てもらいましょうかみたいなことを言っていたんで、まあ、今の流れでね、まあ、卒業だとちょっとじゃあしばらくお休みかなって思ってたんですけど、いや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 、あ、そうなの。結局相談内容は何だったの。東京から離れるとちょっと整形から気持ちが遠ざかるっていう理由だけの報告。それだけ。じゃあ今日目の治療受けますか。受けます受ける長かった前振り。月曜日から会社なんですけど、だから明日しかダウンタイムなくて、はい、まあ、ちょっとそこは予備予定なんですけど、はい、何をですかってどうなってきますか。右目 あのやっぱ閉じ方が、ま、こっちがやっぱ開きにくいですよね。あ、これは左目やったから。二人専門チャンネルは立ち上げて大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、いいですか、しばらく。まあ、この気分伺いながら。じゃあ五月病にならなきゃ。いや、やっぱりやらへんでってならない。最近北海道にいますとかあれからちょっと。というわけで、ちょっと二人専門チャンネルでこの話はしてもいいですか。はい、目ですよね、今日の。目です。今日の目はね、はい、なんだろう、脂肪注入もどうかってことを意見聞きたいんですよ。なるほど、二重整形ちゃんという二重に特化したチャンネルを立ち上げたいと思います。詳しくはそちらもご覧ください。柴先生、お騒がせしました。申し訳ありません。ちょっと梅子さん謝ってください。これ申し訳ありません。普段絶対に聞けないドクターの本音をリアルに聞いていきます。チャンネル登録と通知音をよろしくお願いします。